筋の先乱れる令和2年4月、北陸山東栄寺の本堂と山門の改修工事が始まりました。まずは、傷んだ内陣の天井を張り替えし、内陣・下陣の老朽化した床を撤去しました。床下の傷み具合をご覧ください。既存の塚・大引きは老朽化がひどいため、土間全体をコンクリートで覆い、新たな支持材で床を施工しました。根太の間には断熱材を入れ、内陣はフローリングと一部畳、下陣は西側がフローリング、中央と東側を畳仕様に施工しました。本堂の畳はすべて表替えをしました。広縁も先に傷んだ天井を張り替え、老朽化した床を撤去し、下陣と同じ高さにフローリングで仕上げました。
今までは栗の廊下と広縁との段差は階段で結んでいましたが、バリアフリーとするためスロープと手すりを新設しました。京都で修復された趣味壇を仕上がった内陣正面に組み上げました。本堂の正面、傷んだ階段を踊り場を設けた階段に改修しました。台風シーズンを控え、木が倒れ、建物に被害を及ぼす恐れのある樹木を伐採しました。先端から枯れ始めたこの杉の木は、年輪から樹齢約85年です。内陣、下陣、広縁の仕上がり状況です。
窓を正面の下に張り替え、雨戸をサッシ窓に改修、床下換気口、本堂裏縁の下柵板張り、光背の雨戸い新設等の付随工事をしました。山門全体の曲がりや歪みを修正し補強をし、劣化部分を修復しました。そして、以前あった脇塀を復興しました。山門の屋根は腐食が進み、一部欠け落ちた部材を修復し、塗装を施して今回の改修工事としました。
これで令和2年の本堂及び山門の改修工事も檀家の皆様等のご協力をいただき、無事工事完了の運びとなりました。工事期間中ご参拝の皆様には大変ご不便をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。工事を終え、今まで以上にお参りしやすい環境を整えることができ、皆様のお力添えに深く感謝申し上げます。